パリ五輪で柔道女子52キロ級の阿部歌、パーク24、がまさかの2回戦敗退となり、悲痛な号泣シーンが注目を集めている。阿部は金メダルの大本命だったが、技ありでリードして迎えた終盤にケルディヨロは、ウズベキスタン、ニタニオトシで一本負け。五輪連覇は夢算した。敗退後にショックのあまり阿部は畳の横で崩れ落ち、 関係者に抱きかかえられながらおえつしながら大号泣。大会関係者が退場するよう促してもしばらく動けず、その場で泣き続け、ようやく関係者の肩を借りながらゆっくりと控え室へと向かった。このシーンは世界中に衝撃を与えたが、あまりにも悲痛な姿を必要に近くで撮影する手法に疑問の声が殺到。SNS 上では、 彼女の悔しさ、涙はともかくカメラワークがグロすぎる。少なくとも俺が見てた画面では勝者は映ってなかったし、敗者を追いかけすぎ、負けた安倍歌に即座ににじり寄ってカメラ摂社してるカメラマン。ちょっと気持ち悪い仕事なんだろうけど、なんか気持ち悪い、安倍歌選手の号泣シーン、いつまでカメラマンは撮ってんだよ。しつけーな。 別に大会閉幕後のプレイバック映像とかに数秒間使うとかだったらいいんだけど、これ生中継だろ。完全に晒し者じゃねえか、などと安倍の心情をおもんぱかる声が続出している。